はい、どうもゾウです。今日は東急ハンズに行ってトン、これが売ってたんで買ってきました。トイストーリー版コップのフチコ的なやつがあったんで2つだけ買ってきたんで、今日はそれを開けるだけの動画です。一応ボリューム2と書いてあるので多分1があったんでしょうけど、その存在は知りませんでした。で、一応ラインナップがウッディとバズ、あとはジェシーとスリンキーとハムのラインナップが5種類になってます。特にシークレットとかはないです。じゃあ2個開けていきます。で、一応狙ってるのがスリンキーと、あとは何でもいいかなっていう感じです。で、値段は一つ500円ぐらいでした。じゃあ開けていきましょう。で、結構いろんな種類があって、トイストーリー以外にもミッキーだったりとか、ヴィランズだったりとか、あとはアリスとか、リトルマーメイドだったりとかありました。なのでぜひ見つけたら買ってみてください。いきます、せーの、ドン。おー、きたー、かわいい。狙いのスリンキー来ました。わーい、わーい、すごいね。ちょっと開けてみようか。はい、開きました。こんな感じです。かわいい。で、ここにコップが刺さるみたいです。こんな感じになります。いいね、グッドグッド。お、一発目で目標が達成されました。あとはもう何でもいいっていうあれがあるので。よし、じゃあ2個目、何がいい？ウッディ。ウッディ。さあ、じゃあ、ウッディが当たるのでしょうか。で、コンプリートボックスみたいな感じで、5種類全部入っているボックスも一応売ってました。いきます。さあ、何が出るか。せーの、ドン。ウッディ、すごーい。おぉ、わーい。言った通り全部当たった。これはすごい。イエーイ。開けていきまーす。はい、ウッディこんな感じです。足の裏にちゃんと、アンディの文字が書いてあります。すごい可愛い。はい、ウッディはこんな感じになります。はい、ということで狙ってた2つがしっかりと手に入りました。皆さんもぜひ買ってみてください。概要欄にツイッター、インスタグラム、ブログのリンク貼っておくんで、ぜひ見てください。またこういった詳細も随時更新していきたいと思います。またこの動画いいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた動画更新します。バイバーイ。